皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、私は新潟市中央区に来ています。お刺身定食のめちゃくちゃコスパのいいお店があるのでご紹介させていただきます。福ちゃんというお店なんですけれども、初めて行くんですけれど楽しみですね。到着しました。こちらですね。結構並んでますね。こちらが福ちゃんのお刺身定食になります。ご飯と味噌汁、小鉢が2つついていて、あとはメインのお刺身ですね。このお刺身の量すごくないですか？何種類入ってるんですかね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12? ご飯も大盛りで、これでなんと750円。これは並んででも食べる価値あると思います。回転率が早いので、私も並んでいたんですが、多分10分ぐらいしか待ってなかったと思います。これ利益ないですよね。普通のお店で、例えばお皿を船盛りとかに変えて出したら、2000円以上はしてもおかしくないと思います。店内はこんな感じになります。めっちゃ混んでたんで、こちらの写真はお借りしたものになります。行ってきました。めちゃくちゃいいお店でしたね。お刺身も新鮮で、あれ何種類ぐらいあるんだろう。めっちゃいっぱいありましたよね。お店自体はちょっとこじんまりしてるような感じで、カウンターが4席、テーブル席が2席っていう感じでしたね。私が行ったのが11時ぐらいだったんですけれども、もう出た時にはやっぱりもう行列できてましたよ。まあ私が行く時も並んでたんですけどね。やっぱりあそこ人気のお店なんで、どうしてもやっぱり並ぶらしいです。不定休なんで土日もやってることもあるんですけども、やっぱりね1時間半並ぶ時もあるらしいですよ。あんまりねちょっとやっぱりこじんまりしてるお店だったんで、料理の紹介とかは美味しいとかね、そういうのは言えなかったんですけども、ほんとねめちゃくちゃ美味しかったです。もう超新鮮で、頼む人みんな刺身定食を頼んでましたね。やっぱり安いんですよ。あれでご飯大盛り無料で750円なんですよね。福ちゃんのお店に、駐車場というのはついてないので、近くのコインパーキングに止めなければいけないんですけれども、新潟のコインパーキングなんて安いもんですよ。1時間止めて200円ぐらいなんで、それを踏まえても超コスパのいいお店だと思います。これからもニンニクハンターチャンネルでは地元新潟のおすすめのお店どんどん紹介していきます。できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。今日も短い動画にはなりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。またね。